今回やってきたのは越前市中心市街地の白壁の蔵が立ち並ぶ通称蔵の辻。この一角にあるお店、林コーヒーです。ナレーションは私、西野祐樹がお送りします。2019年3月にオープンした林コーヒーは蔵を活用した趣のあるカフェ。店内にはカウンター席やテーブル席などおよそ15席に加え、雑貨、洋服、昔懐かしい駄菓子などが並ぶ販売スペースも。風情漂う雰囲気の中、美味しいコーヒーやカフェメニューが味わえます。この蔵の雰囲気を味わいながらコーヒーを飲んだり雑貨を見て楽しんでいただけたらなと思います。また雑貨だけでもっていうお客様も全然大丈夫なので、お気軽に足をお運びください。林コーヒーでは定番のブレンドコーヒーをはじめ、越前市安島野産の紅茶やソフトドリンクなどのドリンクメニュー、ちょっと変わったスイーツやトースト、うどんなどの軽食などが楽しめます。メニューの一つのカレーは販売コーナーからお好きなルーを選べるというユニークさ。季節に合わせた期間限定メニューも見逃せませんね。それでは林コーヒーおすすめのメニューをご紹介しましょう。まずは林さん手作り人気メニューのスコーンとカフェオレ。定番のチョコ、クリア味に加え、現在は期間限定のいちごチョコもラインナップ。外はサク、中はしっとりの生地は大きさもあってボリューム満点。生クリームをつけて温かいカフェオレと一緒にいかがですか。そしてこちらも手作りのスイーツ、みたらし団子とすっきりとした飲み味で飲みやすいと評判の林ブレンドです。独自の製法で作られるお団子は口に入れるとほたほたととろける絶妙の柔らかさ。甘じょっぱいタレと相まってもう絶品。炙ってあるので香ばしい香りも癖になります。他では食べられない手作りスイーツと美味しいコーヒー、ぜひお試しください。林コーヒーの見せどころ。お店の一部のメニューはテイクアウトも可能。またコーヒー豆やドリップバッグの販売も行っています。おすすめの林ブレンドに加え、コーヒー通に人気の高級豆トラジャの2種類から選択可能。お家でも美味しいコーヒーが楽しめますよ。ぜひお待ちしております。